皆さんこんにちは。今日はお手元に折り紙がなんか配られてるみたいなんですけども、最後に折り紙を折ったのはいつですか？覚えてますか？今日とは言わないでくださいね。今日あるんでね。覚えてないですよね。僕もね、子供の頃から折り紙を折ったことないんですけども、最近娘が折り紙を折るの好きでよく折ってます。そうすると子供の頃はなんかこう夢中になって折ってたのを、大人になってからこう折り紙を折ると、なぜかなんか新しい発見があります。で、まずこちらの折り紙も娘と一緒に折ってる時に気づいたんですけども、まだ完成してません。これは何を折ってる途中でしょう？あともう少しでできます。ヒントはひな祭り。ん？わかる？そうそうそう、おひなさん、おひなさん。そうそうそう。実はですね、こちら。このひな人形ですね。ただですね、これを見てご覧になると、実はあの折り方から、この2つの、メビナとオビナに分かれて完成できます。で、この時にですね、私は娘と一緒に折ってました。その時に娘は、最初はあそこまでは私と一緒に折ってるので、真似してるんですね。で、この後に、彼女はメビナを折って、私がオビナを折るって時にですね、彼女はすごくワクワクしたんです。なぜかというと、パパとは違う折り方で、自分のメビナが折れると。これを、このワクワクっていうのは私に伝わってきました。で、その時にですね、私も後になって冷静になって考えたんですけども、これは人生において、いわゆる分岐点っていうのは皆さんそれぞれあると思います。またこれからあると思います。まず分岐点というのは、一つの道、この道というのは自分が信じてたこと、あとは周囲に合わせてたこと、その道を歩んでるんですけども、突然別れる時というのはひょっとしたら自分の道を見つけた時ですね。その時にですね、非常にワクワクします。で、私はですね、この娘とこの折り紙を折りながら、人生の分岐点というのを私なりに考えてみました。で、私の人生の分岐点なんですけども、実は、テレビ番組を7年間作っていて、非常にこう夢中になって作ってました。で、夢中になってるとですね、非常に見過ごすことが多いですね。で、子供の頃は環境に守られているので、その環境の中で夢中になることというのは簡単なんですけども、社会に出ると、いろんな周りのプレッシャーだったりとか、いろんな環境が変わるので、一つのことに夢中になると非常に難しいです。ただ私はそのテレビ番組っていうのを一つ、アルバイトから始めて、で、正社員になって、ディレクターになって、いわゆる自分のテレビを、番組を作って、視聴率も取れたらいいなとか、そういう目標を持ってやって、夢中になってきました。ただその時に、例えば結婚のことを考えたりとか、本当に番組とは関係ないことを一切意識しないできました。その時にですね、生活はですね、だんだんマンネリ化していきます。これがもう20代の後半。ただただ番組を作っていって、いつかは大きな番組を作りたいっていうことだけでした。で、その時にですね、私はちょうど30歳になって、ある番組を作る時に、ある人に出会ったきっかけで、ちょっとこの分岐点というのを見つけました。で、これはですね、浅草の、コメディアンで、前田凜さんっていう人に出会ったのがきっかけです。おそらくこの中ではご存知の方多分いません。いると思う。わかんないな。もうお父さんとかおじいちゃんの時代ですね。テレビで、トリオブームっていうのが起こったんですけど、漫才の。その時にナンセンストリオっていうトリオがいて、その中の一員。だから1960年ぐらいにテレビで脚光を浴びた、芸人さんですね。で、その方が、もう68歳になって、で、浅草で、舞台に立ってるところを私はこう見つけてですね。舞台を見に行って、で、彼のいろいろ話を聞いて、いろんな話が出てきました。一つはですね、彼は、昭和の喜劇王と言われた、その、榎本健一っていうのを昔いるんですけども、彼の弟子をしていた。もう一つは、今話したように、テレビに出て有名になった。で、それ以前にはですね、浅草池袋とか、いわゆる浅草がエンタメの街ですごく栄えてた頃を知っている。もう下積みですね。下積みしてたので知っている。ということで、私はその彼を通して、一つ日本の20世紀のいわゆる大衆芸能の歴史番組を作ろうかなというふうに
その企画を考えました。いわゆる彼が歩んできた道を、まあ、彼の証言、いろんな時代のですね、中で出会ったことや、そういう証言をこう集めて番組を作ろうかなと思って、それで企画を挙げました。で、その時ですね、彼は、舞台に上がってた時はですね、その浅草の演芸場といって、昔はストリップ劇場で、今でもあります。で、彼はそこで毎日トリを務めてるんですけども、お客さんも招待客だけです。それでも68歳になってずっと舞台に立ってます。で、まあ、彼はですね、で、私も不思議に思って、なんでこんな、もう有名にもなって、もうこんな年にもなって、失礼だけども、なんで舞台に立ってるのかなと非常に疑問でした。で、私はまあ、いわゆる、構成を考えて、で、彼に取材の申し込みをしに行きました。で、その時にですね、私はいわゆる大衆芸能に、まあ、日本にも落語とかね、まあ、テレビでもああいうコント以外にもいろいろ歴史があるわけですね。で、そのことについて勉強してなかったんです。で、彼にそれを見破られました。で、私はですね、でも、まあ、企画を成立させたい、番組を作りたいっていう、まあ、熱意で、どうにか取材の許可がおります。で、その時にですね、でも、構成っていうのを書かないといけないんですね。構成っていうのは、いわゆるガイドラインみたいなものですね。まあ、プロデューサーに見せたりとか、まあ、曲 P に見せたりとかっていうことですね。まあ、それで書くんですけども、非常に私の知識が浅い。何も知らないので。しかも、まあ、証言だけで歴史を語るような、まあ、ちょっとつまらない構成。まあ、そこでですね、取材を始めるんですけども、やはりですね、彼は乗ってこないわけです。この密着取材に。いわゆる自分は過去を話すだけで面白くないわけです。でもこれはですね、よくあります。ディレクターでよく考えます。どうにか相手を乗せたい。でもですね、その時は私はですね、このマンネリ化、作り方のマンネリ化というところにドツボにはまっていて、全然思いつかなかったんですね。で、そこで彼はですね、ちょっと痺れを切らして私にですね、じゃあちょっと居酒屋に連れてやるから来いと。で、連れて行きました。で、その時にですね、彼は、浅草の一軒居酒屋に連れて行ってくれて、で、行ったらです、そこに壁にですね、たくさんサインがあるんですね。このサインっていうのは全員その浅草からこう出て行ったり、活躍してたり、今でも活躍してる芸人さんたちのサインです。もういっぱいあります。もうこれを壁見ただけで歴史がわかるような絵ですね。ああ、私はすごい喜びました。ああ、いいなと。ただその時にですね、前田さんは言いました。彼は、君はカメラを下ろしなさいと。で、その時にですね、彼らと私はお酒をこう飲みながらですね、彼は自分の下積み時代、あとはその、癌に患っているっていうこと、今まで私がその構成段階では知らなかったようなこと、まあ、カメラの前で証言では拾えなかったことを話してくれました。その時にですね、私はスーッと何かこう、気持ちが落ち着いてきて、全く構成のことを考えず、ひたすらその前田さんっていう人にですね、興味を持ち始めました。で、そこで私の素直な質問がですね、なんで前田さんは浅草に戻ってきたのかと、これを投げかけました。すると前田さんは、まあ、人は年を取ると楽しかった場所に戻りたくなるんだよっていう一言を言いました。で、この言葉はですね、僕にすごく胸に響きました。っていうのは、その言葉ってまさしく自分がこの後将来何していこうかなと、果たして自分が年取った時に楽しかった場所、戻れる場所ってあるのかなということを考えました。で、その時にですね、私にはなかったですね。まあ、テレビもまあ、それは原点ではないと思いますし、多分そこには戻らないと思います。で、そこで、私はまあそういう気持ちで、まあ、彼が発する言葉を拾って胸に留めました。で、その時にですね、私はちょっとこう、壁を見渡してみるとですね、そこにですね、一つだけ、サインの中に空白があるんです。こんなちっちゃい空白。これはですね、多分それまでに来たお客さんも見つけられなかったような場所にありました。ちょっと高いところですね。で、これは私はそのまあ前田さんのその話の余韻でですね、ちょっとこう目についたわけです、ここに。で、これを店長に聞いてみると、この空白っていうのは、ある芸人さん、いわゆる浅草を出ていた芸人さんが戻ってきた時に、こう、帰ってもらうように残してあるんだよっていうふうに言われたんですね。その時にですね、私は、ああ、これいい話だなと思いました。で、これを、構成にはありませんでしたけども、これはまあ、前田さんの、話とともに紹介したいなと思いました。で、この時にですね、もう私はもう構成のことは全く考えずに、もう一回この映像素材を見直して、いわゆる何か発見がないかなという、もう気持ちでいっぱいでした。
でその時に見つけたのは、いわゆるもう捨ててた素材ですね、必要のない素材にたくさんその今の浅草と前田さんのこのいろんな姿が映ってるわけですね。その時にですね、私はもう、まあ、今の前田さんを描こうと、もう過去の証言なんかはいらないということで、もう証言一切捨てて、もう今の前田さんだけでつないで一つの番組を作りました。あとはこの空白の壁の空間の、まあ、いい話をですね、その中で紹介しました。まあ、この時にですね、私は気づいたのは、まあ、実は物事にはやる常に別の方法があるということですね。で、私は今までずっとその構成を作って編集をしてっていうことに信じてやってきました。これは多分おそらく、まあ、そのテレビ業界に入られる方は分かると思いますけども、まあ、一つのマニュアルですね。で、その中で私は見つけようと思っても実は見つからなかった。で、見つからなかったことっていうのはなぜか、何かというと、もう自分の視点です。自分の視点が見つからなかったんですね。で、そこでですね、私はもう一回、まあ、この折りかけた折り紙を広げようと思って、新しい人生をもう一回原点を見つけようと思いました。で、その今までの、やってきたことを一回捨ててみようと。で、折り紙を広げるとたくさんのこの折り目が残っています。これはもう過去の出来事ですね。でもこの中で注目できるのは空白がたくさんあるということです。で、私はですね、まあ、こんだけ空白があるんだったら、まあ、思い切ってもっと新しいことをやろうということで、いわゆるもうテレビ業界を離れて新しい舞台を見つけようと思って中国に行きました。で、中国はなぜかというと、その時はもう2005年で、まあ、北京オリンピックのもうすでに3年前、非常に盛り上がってます。まあ、世界の中心として世界中から注目を浴びてました。まあ、その場でですね、私も肌でその時代の流れを感じてみたい、で、新しいものを見つけたいということで中国に行きました。で、行ってみて、で、私はですね、じゃあここで何を今度織ろうかと思った時にですね、一つの疑問が湧きます。で、そこで思ったのは、やはりその時その中国人っていうのは、いわゆる、とにかく裕福になりたいということで、まさにその完成形を求めてみんなが頑張っているところに、まあ、非常に日本のバブル時代と似てるんですけども、執着して、いわゆる今過去を振り返ってみてことを忘れてたんですね。で、私はその、まあ、新しいビルができているところで、はたまではそのフートンという街が壊されていく、で、そういうきれいな過去の出来事やその建物も壊されているというのを全く見向きしないわけですね。まあ、その時に私は、じゃあその今の中国の人たちが見過ごしていることをに目を向けて、何かその映画にできないかと。で、それが、まあ、無意識に見過ごしていることを意識するということで、まあ、それを映画にしようと。ということで、中国のそれが一つの目的になりました。で、こちらです。で、これはでちょっと暗いですけども、まあ、卵と石という今ご紹介にあった映画で、こちらはですね、留守児童が性的虐待になる会うこの少女がですね、でちょっと残酷なストーリーです。で、このストーリーはですね、実は私の中国人の妻が脚本で書いた時にですね、私は発見しました。それなぜかというと、彼女自身その留守児童なんですけども、で、彼女はですね、初めはその男の子と女の子のその淡いその恋愛の話を書いていたんですけども、彼女はその中で一つだけその性的虐待をちょっと描写したようなリアルな描写があったんですね。そこを脚本で読んだ時に、あれ、これなんでここだけすごいリアルなのって彼女に聞いたら、彼女は実は私の実体験だったと、ということを言いました。で、その実体験というのは、彼女はずっと私に出会うまで誰にも親にも言わなかったこと。で、それがですね、彼女はその脚本をずっと書き続けて、誰かに分かってもらいたいのかな、そういうことで、いわゆるこう書いてたわけですね。で、その時にですね、私はじゃあ一度これをとこの、ここにスポットを当てて、もうちょっと焦点をすること、これを映画にしてみたらどうかということで、提案しました。で、その時にですね、私たちはその中国の農村に行って、今の少女たち、性的虐待に遭った少女たちを取材しました。で、その時にですね、彼女の少女たちは一切口を閉ざしたまま言わないわけですね。で、その事実というのも周りの周囲の大人たちがみんな言うんです。で、子どもたちは一切言わないんです、何が起こったか。で、私もと妻もその光景を見て、で、最後にその子どもが私たちを見送りに来てくれる時もですね、その一緒に歩いていくんですが、その時も何も言いません。で、その時にですね、私は気づいたのは、ひょっとしたら私たちにもっと気づいてほしかったんじゃないかなと。
もっと何か話しかけることがあったんじゃないかなということを気づきました。というのはそういう被害に遭った人たちというのは何かこの相談できる相手が欲しいわけですね。だから言えないということで、私はと妻はそこで相談して、じゃあこれは妻の経験実体験でもありますけども、これをじゃあ映画にして、したらどうかと。で、映画というのはですね、やはり一つの役割としては現実社会で起こっていて皆さんが見過ごしていることを映画にして、でそれを見たときに、あ、なるほどと分かったりとか感動したりとか、まあ、そういう役割があると思うんですね。でそこで私たちはこうじゃあ作ってみようという決心しました。そうするとですね、上映、国際映画祭で上映したりするとやはりですね、何人か女性のお客さんの中から、あ、勇気を与えてくれてありがとう、で私の代わりに口を開いてくれてありがとうという言葉が返ってきました。というのはやはり映画というのはですね、一つ世に出ると一つの発見というのはやはり皆さん無意識のこと、皆さん気づいていないことというのがどんどん分かってきます。でこれが一つの、まあ、映画の魅力でありですね、映画の役割だと思うんですけども、まあ、そういうことでですね、私は、まあそういうことを考えて、で次の何か、現実社会でですね、現実の世界で見過ごしていることを見つけながらですね、どんなテーマがあるかなということでこう折ったり広げたりしながらします。で、こちらポスターですね。で今ですね、今のこの折り紙の状態はもうシワがいっぱいあります。でやはりですね、でも空白ありますね。で私もですね、これからの目標としてはまずこの折り紙で例えると、まず完成形をあまり求めない。で2つ目はですね、この折るとき楽しむこと。でもう一つはたまにこう広げてみて、この空白を見つけて、ここで何かもっと新しいことが見つけられないかなと見つける、これを今心がけています。はい、で最後になりますけども、実はですね、先ほどの空白の壁ですね、壁の空白の話にですね、続きがありまして、その番組を放送したときにですね、この壁に気づいた人がいました。しかも、そので翌日にその店長から電話がかかってきて、あれ大塚さん来たんだよとついにって言いました。それが誰だと思いますか？これ浅草出身です。でその壁を見た方はですね、ビートたけしさんでしたですね。でその隣に北野たけしと、こう行ってみると書いてあるんです。まあこれも、まあ前田さんも私も全然予想もつかなかった展開だったんですけども、まあその後の展開としてですね、前田さんにはその北野たけしさんからですね、映画のオファーまでありました。というのはなぜかというと、彼らはいわゆるちょっと年配で、前田さんがで、ビートたけしさんちょうど後輩なんですね。まあ、そういったやはり楽しい時代で巡り合った2人というのはここで、まあ、巡り合ったわけですね。ということでこれは私の、まあ、大事な人生の折り目であります。皆さんもぜひ見せてください。ありがとうございます。